スミイカ。これシロイカ。はい、アオリイカじゃない。何枚いくんですか。ケンサキ系だけ。白イカは、そう、形的にはケンサキ系ってか、あんまりコリコリ系のイカよりも、ちょっと柔らかいのが好きやった。白イカはちょっと旨味が強い系。なんでちょっと、はい、入れました。独身ですか、今。はい、独身です。おかみ。いや、僕は遊べない人間なんで、遊びません。なんで遊べないんですか。いや、なんか、申し訳ないです。真面目なんですよ、彼。今、だからペアーズとか、いろいろゼクシーとか全部登録させようと思って。これも石巻の、はい、あのニキラップの超でかい。いや、これは違います。あ、違うっすね。これは、まあ、まあ、どこでもやってますので美味しいですね。シャリって2種類ですか。2種類、黒シャリと赤シャリ。東京出てきて、その時は料理すっごい夜中まで試作とかすごい繰り返してたんですけど、八国入ってはほぼ試作とかしなくなったんですよ。で、八国離れて今すごい時間あるじゃないですか。そっからものすごい時間が空いちゃって、逆に料理することすっごい増えました。それこそ卵焼きも八国離れたからこそ自分の中でどんどんやりたくなっちゃって、でもう1日2枚とか行って、まあだから月で行ったら、自分の失敗があって情けなくて料理を始めたっていうのもあったんですよ、寿司屋を。その悔しくて見返したい。キスみたいな話、味みたいな話じゃないですか。ただでもやっぱその生け締めっていうところの理解がないなと。2次会皆さんいかがですか。全然僕はもう何でもいいです。今、関谷のうちで麻布十番にワインバーをオープンして行きましょう。素晴らしい。行きましょう。会員制じゃないんですか。会員制じゃないです。行きたい。皆さん、そう、ね、なんかこの面が面白いですよね。面白いですよね、確かに。なんか2回目でしっくりきてる。確かにしっくりきてる感ありますね。はい、食べたい。じゃあ2次会、よくやさん行くんですか。え、揚げ物何揚げてんだ。秘密ね。最後の一問。いやいや、全然俺も知らない。僕ちょっと見えちゃいました。こら、言わないようにします。味は間違いなく勝負できなきゃいいんだ。そうね。ただもうこの前本当やろうとしてたお店がね、やればよかったけどね、本当ね。それはお店だったの。あれはお店だった。どちらでオーナーでやってあげてくださいよ、もう。止まらないからね。それやるって言って八国さんやめられたんで、うん、楽しみにしてたら俺なくなった。あ、そっかそっか。ちょっと皆さん、これのエビ食べてください。これ多分他の寿司で食ったことないアプローチ方法です。一光さんの意味だったらそうなんだ。これは今日来ていただいてる、前の店の料理長さんとこそ和食ですね。なるほどね。あのやり方っすよ。あれも買った日でいいんだ。いやでも温度材で全然変わるね。温度ってすごい大事なんで、うん、アイスクリームも冷たいから食べれますけど、溶けては食べれないじゃないですか。そりゃそうだ、うん、温度ってすごい大事ですよ。香りの開き方がすごいいいんですよ、うん、この香りはこのやっぱお湯とか蒸すとか、茹でるだとマックス100度しかいかないんですけど、油の世界だと180とか。だから天ぷらの世界ってすげえやつで、あのエビの特にその尻尾の方の甘みがすごい。そうですよ。本谷さん、どういう仕立て。これは、揚げてます。そこで揚げたのがさっきこの指です。そうなんだ。揚げ霜、うん、寿司で揚げるってこのパターンないっすね。確かにない。これがそのやっぱその天ぷら的殻付きのまま風味とかがやっぱ身にすごく揚げた方が絶対いいんだなって思う、うん、殻付きのまま揚げて、それを剥いて、串、いや、むしろ串打って揚げて、それを剥くっていうか。だからでももっと厚くてもなんか美味しいかもしれない。そう、もっと厚くても絶対いい。ただでも油だけ揚げてるから、そういった意味ではすごい剥くのがちょっとしんどいよね。まさに暑そうでしょ。剥くのしんどかったでしょ。中型に油しまってそこら辺が結構きついところあるよ。すごいですね。確かにそうか。ちょっと冷まさないと手やけどしちゃいます。他の寿司屋さんがやってないっていう意味ですごいエビという意味ではすごいできてる。でもやっぱこう揚げることによってここまで香りがパンが強くなるんだなと思いましたね。これ逆にでも冷めた時、この間食べたんですよ。冷めたら逆にすごいちょっと脂臭い。脂臭いから脂臭いから最悪でした。でもこれだったらすごいですね。香りも出るし甘みも出るし、うん、全然違うっすよマジ。ちょっとオラ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 ってちょっと強すぎます。何言ってんの。届いたばっかりなのでもっと寝かせたいんですけど、分かって一生は飲みます。知らないですけど。大将、酔っ払ってる雰囲気が合ってます。やっぱやりにくいですか。やりにくい。でもないですよ。これ7席ですか8席ですか。マックス9席、うん、あ、そんな入るんだ。はい、最初は4、あ、違う、3、6、3。最初ちょっと狭いかなと思ったんですけど、はい、意外に、あ、大丈夫。確かに。ハイボール。ハイボール。濃いめ。
おいで。トイレ。行ってくれ。うわ、やらしい。お母さん、エロいっすね。あ、よくやります。やらしいですね。あー、でもまあ、クジラダメか。これだったら大丈夫だと思ったんですけどね。このクジラだったら。癖がやっぱり。まあ、しょうがないですよね。人によってあれがあるから。マリがあるから、あれですよね。クジラって難しいですよね。僕なんですよ、苦手なものを克服させたいんですよ。なるほど。あー、厄介なパターンですね。多分クジラもユッケ風にしてみてから、ね、まあそうですね、いろいろ、うん、卵、あの黄身醤油とかあるしね。あ、黄身醤油ですね。いや、それこそね、あの赤いネギとかね。ちゃんと飲んで。え、うまい。氷が溶けちゃって面白い。え、ダメだよ、横飲まないと。横バカかいたくないですよ。え、スイッチ入っちゃう。そうなんです。これも石の巻き。石の巻き、なかなかないと思います。うん、酔っ払ったな。これから、はい、まだ2時間3時間行かせていただきます。結構来てますよ。うん、でもすごいボリューミーな。つまみの時点ですごい良かった。シャリこの大きさで良かった、この辺で来ましたね。そうそうね。楽しい寿司、楽しい楽しいカウンターですよ。この店何が問題かっていう、ここは広いんだけど、そこだけすごい。確かに確かに、かなり狭くいく。確かに、あそこ狭い。狭い。絶対通れない。あ、誰だ、多分通れないですね。うん、結構すごい。結構肩幅的に。あ、ギリだ。かわいい。めちゃめちゃグレードアップしたね、すごい。頑張りました。もう寝ずにお仕事してますからね、ずっと。ほんとすごい良くなりましたね。すごい、いいっすね。スペシャリティに入るんですよ。いや、うん、まだ、そんなに。まあ、それで、あの、意見。あ、見えてた？そうみたいな。いろいろしんどい。いろんな意味で、いろいろしんどい。わかりやすいマサっすね。まあ、そうっすね。ただやっぱこの価格帯をいただいてて、ウニを使わないわけにはいかないんですよ。うん、ただ僕、正直ウニも使いたくないです。うん、ウニはね、正直仕入れだもん。はい、そうです。もう値段で決まってきちゃう。うん、でウニ、これ利尻のエゾバコン、うん、はい、の塩水ですね。まあ塩水ですけど、ミョウバン使ってるんです。うん、はい、まあこれが一番多分いいやつですね。危ないんだけど、ね、結構今日こういうね、写真求められちゃうんじゃないですかね、今度、これやってくださいよ。ハッシュタグ、アラキだって。これちなみにまたオフレコ出してもいいですかね。また来た。よかった、なんか前回は矢沢くんがずっとオフレコのことアフレコって言ってたから、どうでそれすっごい気になって、で僕も言おうか言わないかできない。でも今日はオフレコ出してないから、言ってよ、言ってよ、集中されてると思って。よかったです。いや、そういった意味では失敗したのが、見もろすぎな、あれ。あれ、夏咲きじゃなかったんですよ。知らんと言われました。夏咲きは別のラベルだったんですよ。いや、出たばっかだから僕夏咲きだと思っちゃったんですよ。もうあの動画一緒残る。終わったと思って、いまだに終わったと思って。タトゥーだ。コメントスローで見るのも怖いですよ。とっさきみたいなのがあると思って。ああ、とっさきとかいいですね。とっさき行ってみたら、もうサバの坊主あの一番最初に出すだけなんで。で、その後の逃げ14巻の中で、ああ、どっかで、うん、その、何かそれでパンチで、チャリもまあ毎日変えてるんですけど、そのまあ、もう一声、甘みがすごい強いですよ。強すぎちゃって、これはこのまま食べてください。入ってないですよ。ペアリングじゃないの、これ。これはペアリングじゃないです。焼き色がすごく売れちゃって、卵も奥が深いですよね、いろいろね。卵2種類あるんだ。いや、1種類です。ただちょっと皆さんに食べてもらって、まだまだなんですけど、これはペアリングを楽しんでいただきたいなと思って、今出したおちょこのお酒ですね。これをあの卵焼き食べながら、口の中で。卵焼きとお酒？はい。新しい。いや、うまかった、うまかった。ペアリングでうまかった。これは甘せんのがこれですか？そうです。まあ、最初から言っちゃいますけど、甘さが控えめです。あ、そうだな。あ、まずいですよ。卵だけ食べてもいいんですけど。これめっちゃめちゃうまい。めっちゃ出てるし、しかも本当に。おー、めっちゃうまい。これすげえ。マスイジミ、これ、ね、なかなか手に入らないやつ。あ、はい、これ、あれで飲んだな。マスイジミ、うん、そうですね、うん、あの人マスイジミ。あ、これじゃあ、ペアリングするとめちゃくちゃうまくなるよね、ペアリングすると。ペアリングするべきよ、
卵焼きは甘さ控えめの卵焼きを焼いて、この甘さのあるお酒と合わせて、楽しんでもらえる。ちょっとなんかデザートワイン系の、これは大札の騎乗士。いや、別に好き、はい、これ自体は好きじゃないけど、これ合わせると思わなくない。この間、成沢さんあのお酒が飲めない人は、まだ作れてないですけど、まあ、お酒普通にグラニに詰めて、トロトロにしてかけちゃおうかな。いいですよね。珍しいです。まあ、味の変わる、まあ、これが前はマリアージュ。改めてなんですけど、はい、マリアージュとペアリングの違いは何ですか？ペアリングっていうのは同じ味同士でなんか、まあ、ペアですね。ああああ、マリアージュっていうのは、まあ、あれフランス語ですけど、まあ、結婚とかそういう意味なんで、まあ、出会いとか相性味が変わるんですよ。あ、はい、校内調理として出来上がるってことですか？そうですね。1+1 が2じゃなくて 3とかっていうことですね、はい、だからそれが一番難しいです。あの出し方自体は好きでしたけどね。そうそうそう、僕はあのだからお寿司でも楽しんでもらいたいし、料理とのペアリングも楽しんでもらいたいので、どっちもなんですけど、やっぱ冬場の方が一般的な人は、まあ、お寿司食べられてる人でも、まあ油とっていうのもあるわけですね。だからそうなんてやっぱネタの力みたいになるんですよね。結構深いかもしれない、ネタの力なんですよ。今日の中でラインナップで考えたら、例えばイカとかはもうちょっとなんか香りでもっと持っていけないかなって思います。イカの香り、うん、美味しかったんだけど、なんかもうちょっとイカの香りをこうふわっと残るような、そのっていうのは温度とか、うん、温度の多分出し入れだと思うんですけど、香りってやっぱり記憶に残るんですよ。ああ、はいはいはい、うん、確かに女性の匂い嗅いだ時に記憶に残る。ちょっと意外とね、もういい話してるのにカットになるからマジで朝なんじゃないよ。オープンし1週間ってことで、ここで完備やったらもういいじゃん、もういいっていう。相田さんも僕近いですけど、10年やってていまだに悩むこといっぱいあって、うん、これもまだ途中なんですっていうことなんで、うん、提案、提案なんですけど、ここでいこう、まあ、1年後かなんか、はいはいはい、もう一回呼んでもらえ、あ、もちろんもちろん、いやもう半なんかそうしたらこう進化をこう見せる、見てやっぱっていう、そうそう、それはいや、そしたらあの全員のあのあれオペレーションが全部完璧になって、その段階でもう一回ちょっと呼んでもらいたいなっていうのをちょっと思いました。そういった意味ではプレオープンよりはかなりレベル上がりました。だってこう言ってるじゃないですか、そういう風に、はい、だからそれすごい楽しみなんです。ありがとうございます。まあちょっとじゃ あの半年後にまたここからどうなるのかちょっと見たいなと、はい、でも正直一発目としてはそう、僕も本当に、はい、めちゃくちゃだけど、ここからの伸びをもっと期待、いつかその最初のあの5品でかなり感じたし、はい、確かに何品を見せられたくない、やめてよ、誰も期待して、寿司になんかね、あのトマト乗せろっていうじゃん、はい、そういうのじゃないですか、そういうのじゃなくて、そういうなんかじゃなくて、そうだから、でも本当にね、僕も思うんですけど、最初の頃でシャリのレベルが本当3倍ぐらい上がりましたね。いいな、でも3、4ヶ月後とかいいですね、うん、なんかちょうどいいかもしれない、ね、まだオープンして1週間だ、まだそう、絶対ある。矢沢くんがなんか寿司握り始めたらちょっとみんなにいじめに行けばいいですよ、知らん、こんだけ言ってんだから、これマジで、ね、どんどんクオリティ上がってます、本当4ヶ月後にまた、うん、はい、ぜひお願いします。ちょっとあのご意見、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。その頃でちょうどね、はい、はい、そうですよね、うん、そう、いやー、まあ、でもお腹いっぱい、僕もお腹いっぱい、お腹いっぱいです。で、卵焼き、できるの、できらせていただきます。卵、あ、今日もうこれ確定です。確定なんですけど、常温に1時間くらい置いといたら全然美味しいです。前も言って最近自分で卵焼き食べて思ったのは、1缶食べた時より3缶くらい食べても全然美味しいですよ。あ、ほんと、いや、ほんとそう、いや、いや、はい、みんな急に評価厳しくなるから気をつけてね。もう今までは家庭があるから。いや、でも多分本当に、でも普通に美味しい。でも僕、龍二郎さんのだし巻きとかめっちゃ好きなんですよ。あれは伝統のだし巻きでしょ、伝統の。なんかだし巻きで食べられる卵、なんか寿司屋さんが少なくなってるような気がするから。だし巻きはないよね、あのだ、東京っぽくはないですね。東京っぽくはないですよね。東京今それこそプリン系かカステラ系かみたいな、うん、ですよね、大体どうだったんですか。僕のはどっちかっていうとプリンと芋羊羹の間みたいな。あ、芋羊羹、だ結構粘度強いというか。そうですね、僕食感結構大事にしてるんですよ、一人系で食感出したいなと思って追求して今に至った。スケベな感じですよね。そう、もうスケベ、スケベ、スケベーなやつ、スケベーな方ですね。全部乗るなこれ全部乗るホイホイだもんこの間の時よりもちょっと違った、変えました。ああ、
で、もう今ほぼこれは神が出たんですか。それを次あの抜いてあげることで次の日からすっごい旨味が出ます。今ちょっとなんか飢えてなってる。今飢えてなってる。ちょっと飢えてなってる。ちょっと待って。でもここから卵3個いけるか。正直きついだろうけど、卵焼きは3個くらい食べる。3個目が美味しいでしょ。30個くらいあるんじゃない。ちょっと酔っ払ってるんで大きさちょっと違いますけど、今日はいや、落合さんにあげる分もあるから。あー、OK、 あれだ、ちゃんと取っといて。と思ったの、これ量多すぎだって。いや、だから喋りながら分かんないで来てたでしょ、絶対。3個食べたら美味しいですけど、ただでもこれ今日序盤じゃないって。もう3個は食えない。3個はやめろ。いっぱい乗ってるのがクリームチーズなんですよ。ただ僕の寿司の料理の学んできた中で定義として全然大きさ違う。全然ちょっと僕極小で極小で極小っすな。極小やばいしこれ半分こしません一緒に。たぶん18巻だこれ。ほんと卵焼きはうんとあの宮場の仕事あとはどれからいけるあもうあの順番に食べていただいて大丈夫です。右からはい。マジで俺ちっちゃく切って本当にきつい。卵職人オッケー。あそこらそこら卵焼きひたすら作ったんです。あー美味しい。これクリームチーズどう上。うわクリームチーズうわうまそう。思い切っちゃうまそう。思い切った。すごい可能性がやっぱあると思うらしい。ほんとひたすら卵焼きだけずっと焼いてたんで暇で、あの時もクリームチーズうまい。うまいっすよね、クリームチーズ。え、ついにそんなの使い始めたの。いや、だありだから完全にスイーツ。そう、スイーツありだから。大丈夫だ、卵焼きじゃなくなっちゃうよ。ありだ、全然ありだ。スイーツ、クリームチーズ乗せてうまいんだ。いや、うまい、絶対うまいけどさ。しかも卵焼きの…だからこれ、